皆さんこんにちは。岡田さん、今 JR 西日本大阪駅に来ております。本日2023年8月の14日ということで、台風7号がですね、今近畿地方に向けて接近しているんですよね。で、明日8月15日っていうのは東海道山陽新幹線名古屋岡山終日運休が決定しているし、 JR 西日本の在来線に関しても JR 京都線神戸線の一部普通列車を除いてかな、まあ、大阪環状線とかね、その辺は動くみたいなんですけども、基本的にほとんどが明日一日中運転見合わせというのが決定しています。で、在来線特急に関しても明日大阪駅とかを発着する特急は全て運休がもうすでに決定しているんですよね。で、まあ、明後日以降もね、列車が動くかどうかというのはまだ未定ということで、ね、台風の被害状況によって未定ということで、まあ、本日ね、お盆休み、まあ、帰省とかされてた方も多いと思うんですけども、まあ、1日早めてとかでね、 U ターンラッシュのピークというのが今日になっていると思います。で、僕もですね、大阪での用事をすべて済ませて今からですね、大阪を離脱しようというふうに考えています。で、今日中にとりあえず名古屋まで行けたら問題ないので、今からね、新大阪まで移動してそこから名古屋の方に向かおうと思います。本日の寝台特急サンライズ号に関しても運休がすでに決定してて、あと在来線特急で行くと白浜方面から先、白浜新宮間の黒潮は運休とかになってるのかなみたいですけども、今のところはね、まあ、通常通り列車動いています。なので、もうほとんどの列車満席状態とかになってると思うんですけども、新大阪駅、東海道山陽新幹線、多分すごい混乱してるんじゃないかなと思うんでね、混雑で、ちょっとそういったところも含めてね、動画撮っていけたらいいかなというふうに思います。はい、まあ、臨時のね、サンライズ号実は乗る予定だったんですけども、それもすでにもう運休が発表されたんで、上りも下りに関してもね、まあ、臨時サンライズ乗ることもなくって感じで、まあ、とりあえず今から名古屋の方に向かいます。明日に関しては東海道山陽本線の新快速と快速の列車というのは全て運休が決定。明日は京都西明石で普通列車を通常の本数の半分ほどに減らして運行するみたいです。もう明日はほんま出かけるなよっていう風にね、もう JR から言われてるみたいな感じですよね。大阪環状線とか学研都市線とかもね、一部区間ではまあ動くみたいなんですけども、まあ、ほぼほぼ明日はもう壊滅的な状態になるでしょうね。新大阪に着きました。まあ、新快速全然空いてましたね。一応平日ダイヤで動いてますけども、まだ今日も休みって方が多分結構多いと思うんですよね。なので帰宅ラッシュとかは特になさそうです。在来線特急とかに関してはね、大阪に帰ってくる方っていうのが多くて混乱してると思うんですけども、今からここからね、特急とかに乗って金沢とか南紀白浜方面に行く人っていうのはどっちかというと少数派になるので、まあ、そこまで大阪から出る特急とかは空いてそうですね。で、奥に来た列車があれは287系の黒潮号かな、新大阪止まりの列車だと思います。ただ新幹線に関しては話が変わってきます。名古屋東京方面に行かれる方っていうのも九州からどっとやってくるんで、結構混んでると思うんですよね。はい、ということで、まあ、早速ですけどもね、新幹線改札の方行ってみましょうか。緑の窓口とかどれぐらい混んでるのかも気になります。新幹線の乗り換え改札まで来ましたけども、思ってたより全然混んでないですね。まあ、あの台風とかに関してはね、車両トラブルとか線路トラブルみたいな突発的に発生するものではなくて、まあ、ずっとね、もうお盆前から言われてたんで、まあ、ある程度それを予測して予定立ててた人が結構多いのかな。なんや、全然なんかもっとね、わーってなってるかなと思ったんですけども、全然そんなことなくてよかったです。はい、で、まあ、緑の窓口ですけども、ここいつも混んでるんでね、うん、結構今も並んでますけども、そのめちゃめちゃ大混雑してて、もうなんか1時間待ちになりそうとか、そんな感じでは全然なさそうですね。はい、なので結構平和的な感じになってますね、案外新大阪駅は。で、こちらがですね、新幹線の空席情報なんですけども、上りですね、名古屋東京方面見てみるとこんな感じ。まあ、×も多いけど全然三角とか丸もあったりしますね。この400番台ののぞみって新大阪始発で運転されるのぞみなんですけども、まあ、そういうのだったら全然空席もありそうな感じです。ちなみに明日に関しては新大阪名古屋間は終日運休が決定していて、名古屋東京に関してはのぞみ号をおおむね1時間に4本ぐらい運行するのかな。で、こだまに関しては通常通り運行して、いや、1本浜松折り返したから1時間2本ぐらいか運行して、光に関しては全て運休ということになっているみたいです。で、明日は名古屋東京の新幹線全車自由席で運転されます。グリーン車の設定はなしということで、まあ、どんな感じになるのかというのもちょっと気になるところではあるんですけども、とりあえず今日に関してはまあ通常通り動いてますね。新幹線に関しても特に遅れの影響とかね、そんなも一切なく定刻通りに動いてそうです。
もともとお盆は、ね、人が多い時期ですから、 JR 東海も JR 西日本も本気を出してね、もう入れれるだけの新幹線バンバン投入してますから、本数はかなり多いです。まあ、昨日とかね、もう今日の午前中に帰宅されたって方が結構多くて、この時間帯もかなり平和な感じです。いいことですよね。こんな感じでホワイトボードでも案内がしっかりされてます。8月15日台風7号の接近に伴い名古屋岡山間で終日運休ということで、16日に関しては計画運休はしないんですけども、まあ、台風の被害の状況によっては始発から運転見合わせがあるかもしれないといったような案内ですね。はい、まあ、もう今回もね、もう本当にずっとずっとお盆前、もう1週間ぐらい前からね、来るぞ来るぞ来るぞって言われてたから、まあ、今時ね、スマホも十分発達してる時代ですからね、あまり普段運行情報とか気にしない人とかでも、まあ、事前にちゃんと情報を抑えてたって方が多いんじゃないかな。ああ、よかったよかった。海外の、ね、お客さんがどんな感じになってるのかっていうのもちょっと気になるんだけども、まあ、見た感じ大混乱してるって感じじゃなくさそうかな。この前ねあったじゃないですか、数か1、2ヶ月前、あの時の方がやばかった。まあ、あれは突発的にね運転見合わせになって、もう1日中新幹線動かないとかになったんで、あの時はもっとね混乱してたね。まあ、とりあえずじゃあ平和的に名古屋まで行けそうです。改札の中に入りましたけども、さすがにここは混んでますね。まあ、でもここ混んでんのもいつもですからね。もうなんか最近は移動する人、新幹線利用する人ってもだいぶ増えたんで、お土産屋さんとかだいぶ列できてます。はい、ということで、まあ、晩ご飯食べたいんですけども、まあ、名古屋着いてからでも全然行けるか、今の時間だったらね、まだ7時過ぎとかなんでね、まあ、とりあえず名古屋までは我慢しようかなというふうに思ってます。まあ、もう少しちょっとね状況を見てみようかなと思います。お土産屋さんとかもそうですけども、飲食店もだいぶ混んでますね。そこの列は結構途絶えることがなさそう。もうベンチとかっていうのもこんな感じですごく人が多いんで、床に座り込んでる人とかっていうのもちらほらいらっしゃったりします。まあ、予約してる新幹線ね、なかなか座席取れなくて、だいぶ先の新幹線取ったけどそれまで時間潰しどうしようみたいな方も結構多いんじゃないかな。今回僕はですね、名古屋までも自由席で突っ込もうと思ってます。まあ、新大阪名古屋50分ですからね、立って行ってもいいぐらいですから、自由席の混雑もちょっと気になりますしね。指定席の混雑状況はさっきね見せた通りです。まあ、こういうね繁忙期の新幹線の選び方的な話ですけども、基本的に1桁とか2桁あと100番台ののぞみっていうのは東海道山陽新幹線直通ののぞみなんですよね。なので運行距離がかなり長いということで、その分利用するお客さんも多いです。それに対しまして200番台ののぞみっていうのは新大阪始発で運転される東海道新幹線完結ののぞみが基本です。で、あとこの400番台ののぞみってありますけども、これはね本当に超繁忙期にのみ設定される臨時便なんですよね。なのでこの400番台ののぞみ選ぶと新大阪東京かなり空いてること多いです。まあ、東海道新幹線の中だけでね移動するって方はぜひねこういったことも頭に入れて新幹線予約するといいと思います。乗り換え改札ではなくて通常の新幹線の改札側の方に来てるんですけども、テレビカメラとかいますね。まあこういうのを映してニュース番組とかに多分出すと思うんですけども、まあ、こっち側に関しても特にそんな混乱してるような感じはないけど、奥の JR 東海の切符売りは結構並んでますね。目視でだいたい30分ぐらいかかりそうな気がする。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、というわけで、まあ、こんなのんきに、ね、しててもあれなんで、そろそろどれ乗ろうかな。まあ、いろいろ望みあるんでね、便利なわけなんですけども、ちょっとどれ乗るか考えます。ちょっとこの52号と54号の混雑状況見たいんで、26番線行ってみましょうか。山陽新幹線から直通してきたのぞみ184号が到着。車内の様子見えるんですけども、座席立ってる人も多いんで、新大阪で降りるって方も結構多いですね。まあ、新大阪までだったら桜号とか水穂号を使うのもありなんですけども、まあ、あっちは両数8両なんでキャパがね16両の半分になっちゃうんですよね。グリーン車 0.5 両ですし、うわでもグリーンもしっかり埋まってますね。通路側でも埋まってるグリーン、繁忙期の東海道ならではの光景です。鹿児島中央からのさくら564号です。もちろんほぼ満席の状態で新大阪に到着です。自由席もかなり乗ってましたね。The train is not in service. You can
もなくこのホームにのぞみ54号ですね、博多からやってくる東京行きが到着するんですけども、自由席の待機列大変なことになってきてますね。のぞみの自由席は1号車から3号車なんですけども、まあ、今回やってくる列車博多から来るということで、もうおそらくね、もちろん 100% 全員が座ることなんてできません。もうおそらく次の列車待つことになる、もしくはもうデッキに立っていくってことになりそうですね。今の時間帯のぞみの本数もそんな多くなくてですね、結構間隔空くんですよね。15分ぐらい間隔空くんで、こんな感じの状態になってます。まあ、ちなみになんですけども、まもなくね27番線には51分発の三島行きの小玉号がやってくるんですよね。まあ、新大阪名古屋みたいな短い間だったら小玉乗ってものぞみ乗ってもそんなに所要時間変わらないので、まあ、混雑回避のために小玉乗るっていうのも一つの手だと思います。自由席の待機列ですけども、やっぱ3両しかないんでね、まあ、当たり前だけどめっちゃ混むよね。1号車の一番後ろのドアのところが、まあ、一番空いてると思うので、まあ、そこに並ぶっていうのも一つ手かもしれません。かなり混んできました。博多からの便が到着しました。のぞみ52号東京行きです。L700S ですね。クリームがやってきましたけども、うわーすげー混んでる。普通車も満席の状態で到着、まあ、新大阪で降りる方もかなり多いですけども、新大阪が乗る方でもほぼ満席、多分もうおそらく満席になってると思います。指定席はね、自由席の方が気になりますね。もちろん指定席誘導っていうのが行われると思うんですけども、まああれですね、自由席座れなかったらデッキとか立っていっていいよってやつです。その場合でもグリーン車の車内デッキに立つことはできません。ちょっとモザイク越しにはなってると思うんですけども、どんな感じになるのか見てみましょうか。ご乗車ありがとうございました。新大阪です。車内にお忘れ物を渡します。僕はね今の柱の陰にいるんで、通行の邪魔にならないようなところにいます。おお、しっかりと乗り切りましたね、なんとか。3号車がちょっときつそうです。車内の様子ですけども、普通に通路のところまで立ち客出てますね。もう座席はすべて埋まってるんで、そういった様子外から伺えます。ただなんとか一応並んでた方はほぼ全員乗り切った感じがします。のぞみ52号は 3,4 分遅れて新大阪を出発。まあ、この先ね、京都とか名古屋から乗ってくる人もいると思うので、混雑状況というのはあまり変わらないと思います。この後は9分後にのぞみ188号東京行きがやってきますね。はい、なんとか無事に出発していきました。
のぞみ52号の続行ですね、9分後の188号到着しましたけども、さっきと比べるとね、まあ間隔もそこまで空いてないということで全然空いてます。まあ、一本待つだけでね、全然混雑変わってくると思うので、まあ、本当臨機応変に動くことっていうのがこういった時は大切ですよね。ただね、まあ、どの望みが新大阪始発とかね、普通の人多分分かんないと思うので、まあ、その辺はやっぱ乗り換え検索とか使うとね、当駅始発とかっていう風に出てると思うので、まあ、始発のやつをできるだけ狙うっていうのが新大阪東京東海道新幹線内だけをね移動する場合有効なのかなと思います。でもあれだね、新大阪までのお客さんでもやっぱのぞみ号乗る方多いんですね。多分ね、僕とかだったら、まあ、新大阪で山陽新幹線で完結だったらできるだけね、さくらみずほ乗ると思うんだけど、まあこんな時はもうあんま言ってられないもんね、どれが快適とか。もうすでに発車時刻ですけども、すぐに発車できるかな。やっぱ3号車の一番前の自由席のドアが一番混みますね。それ以外は乗車完了してます。車内の様子ですけども、まあ、ここから見た感じだと立ち客がいるようには見えませんね。デッキのところも誰も立ってません。さっきのよりかは全然快適に移動できそうですね。というわけで無事に発車です。向かい側のホームに新大阪始発三島行き小玉760号到着してるんですけども、見てくださいこれ、自由席ガラガラすぎます。3号車1人しか乗ってない。のぞみとの差ですよね。三島ですからね、かなり関東の方まで入っていきますよ。東京までは行かないけども、さっきも言った通り新大阪名古屋とかの移動だったら全然小玉号のぞみ号もね、あんま所要時間変わんないので、まあ、こういった混んでる時はね、小玉に乗るのがいいかもしれません。まあ、僕はもう今回あえてねのぞみ乗りますけども、動画撮ってなかったら多分この三島行きの小玉に乗ってたと思います。この差がすごい、いかにのぞみの利用者が多いかってことですよね。24番線には新大阪始発の400番台ののぞみが到着しました。でその待機列ですけども、向こうが自由席ですね。まあ、そこそこ並んでるけど、これ新大阪始発なんであそこに並んでる方全員座れると思います。僕ももうこれで行こうかな、のぞみ466、これに乗っていこうと思います。ラージ A やしちょうどいいわ。というわけで今回なんですけども、19時54分発のぞみ466号新大阪始発東京行きに乗ろうと思います。これだったら自由席全然座れると思うよ。 JR 東海社のラージ A です。やっぱり狙うのは新大阪始発の400番台ののぞみですよね。全然窓側も取れますわ、今から乗ってもね。発車のだいたい6分前ぐらいですけども、山陽新幹線から直通してくるのぞみとはもう大違いです。まあ、一緒にね旅行してる人とかの中にこういった知識がねちょっとでもある方とかだったらね、ある方がいたらねこういう風に動けると思うんですけども、なかなか無理よね。僕もねこう最近になってこういうの分かるようになってきたけど、ちょっと前まで全然よく分かんなかったですからね。ではこれ乗ります。全然余裕で座れます。発車のだいたい6分前ですけども、こんな感じです。普通に3人掛けも2人掛けも余裕でと座れます。窓側ねしっかり押さえました。今回ラージ A なんで窓側にしかね普通車コンセントありません。超快適だわ、普段の東海道と変わりませんよ。山陽新幹線から直通してくるやつだとこうはいかないですからね。しつこいようですけども、やっぱり東海道新幹線内だけを移動するんだったらね、新大阪発着のぞみ号おすすめです。19時54分になりました。定刻通り466号新大阪を出発です。ちなみに普通車指定席、グリーン車指定席ともに満席だそうです。自由席に関しては全然空いてます。普通に2人掛けも3人掛けも余裕で座れますよ、まだまだで、ね、一
1号車の乗車率はだいたい5割ぐらいかな。京都出ましたけども、京都から乗ってきた人2人でした。1号車に関してはね、全然余裕です。夜の東海道新幹線をいいスピードで走っています。まあ、今回ね、名古屋に宿泊するんですけども、今日の朝見た時点ではね、名古屋のホテルまだまだ空きがあったんですけどもね、もう今見てみるとほとんど空いてない状態。アパホテルを1泊5400円で抑えたんですけども、残り1室とかになっててね、1万円とかになってますね。いや、ホテルとかも ね、まあ、ねどうせ高くなるだろうなと思ったんで早めに予約したんですけども、まあそういった時は早め早めの行動っていうのが活かされてきますよね。まあ、今回ね、この自由席めっちゃ空いてるみたいな感じになってますけども、まあ、あくまでもね、まあ、これも一例として見ていただければと思います。やっぱりあらかじめもう指定席とかを取ってた方が自由席の列並んだりする必要とかっていうのはないので、ね、ああ自由席空いてんだったらね、始発の自由席でええや、あとはね、ならないでほしいなっていうふうに、まあ、こんな動画上げといてね、何言うてんねんって言われるかもしれないですけども思います。あくまでこういった場合もあるっていうね、一例として見といてください。京都を出発して米原に向けて走行中、米原岐阜羽島を通過すると今回の目的地名古屋です。まもなく名古屋に到着です。テロップにも出したと思いますけども、 JR 東海在来線に関しては名古屋地区15日始発から全列車運休が決定してます。近鉄名古屋線に関してもね、始発から全列車運休が決定してるんで、お気をつけください。名鉄に関してもね、運休する路線とかっていうのも決定してると思うので、お気をつけてって感じですね。近鉄名鉄がね、計画運休とかをするっていうのはもうおそらく相当なことだと思うので、皆さん台風には本当に気をつけてください。特に名古屋地区、関西地区の方は。いや、結果的な自由席めっちゃ快適、隣にも人来なかったしね。普通車指定席、グリーン車指定席だと相席になってたということを考えるとね、今回自由席にして大正解でした。最後ね、この名古屋新幹線がね、名古屋を出るの見送ってからこの動画終えようと思います。名古屋今のところ雨とか降ってないですね。
名古屋に着きましたけども、1号車の自由席に乗り込んだ人合計5人でした。2号車はそこそこ乗ってるけど、まあ皆さん全員座れたでしょうね。いや本当しつこいですけども、新大阪初の400番台のぞみマジで空いてる。ちなみに反対側には名古屋始発の東京行きこだま号止まってますけども、まあ、こだまということもあってね、自由席も全然乗ってないですね。ということでのぞみ466号が出発していきます。これの出発見送って今回の動画を終えます。1号車3人掛けも2人掛けもストレートで空いてるところが全然ありますね。のぞみ466号東京に向けて出発していきました。15日に関しては東海道山陽新幹線岡山から名古屋全列車運休が決定しています。まあ、さっきも言いましたけどね、皆さん台風には気をつけてお過ごしください。というわけで今回は、ね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後は普通にホテルにチェックインします。